語る富山を愛する皆さん、こんにちは、黒木雅人です。今年1年間ありがとうございました。皆さんの前でプレーすることはできなかったですが、応援の声とか、支えてくれる皆さんがいたから頑張ることができました。今後どうなるかわからないですけど、また応援してくれるのもそうですし、連絡 DM 待ってます。1年間本当にありがとうございました。